では質問に移ります。即位後初めての国際親善を目的としたインドネシアとの関係でも難しい時期がありました。亡くなられた方々のことを忘れず、過去の歴史に対する理解を深め、平和は愛する心を育んでいくことが大切ではないかと思います。弊社の時事通信社の中川と申します。よろしくお願いいたします。3問目ですが、両陛下そろっての海外訪問となったことについてどう思われていらっしゃいますか。今回の訪問でも雅子はインドネシア政府よりご招待をいただいたことを大変ありがたく思っており、できれば2人揃ってすべての訪問先を訪れたいという気持ちでおりましたが、訪問中の諸行事や現地での移動を含む日程などを総合的に勘案した結果、今回は一部については私一人で訪問することになりました。僕は全業界において歴史があります。戦後生まれの